はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、ものすごく小さいのにハイパワーなモバイルバッテリーが今登場したということで、紹介していくんですけども、今日レビューしていくのがですね、はい、こちらになります。はい、ということでこちらがですね、スマートコビープロっていうね、モバイルバッテリーになってます。で、このロゴをですね、見たときに、ハッと気づいた方もいるかもしれないんですけど、これ CIO っていうね、メーカーさんが作ったこのモバイルバッテリーになってまして、実は渡辺も、ちょっと前、半年ぐらい前に、100W2 ポートの急速充電器を購入して紹介したことがあったりするんですけど、今回はその CIO から新しいモバイルバッテリーが出ました。これが、かなりですね、今注目度が高くて、実はこれですね、幕開けの方で今、クラウドファンディングやってまして、2月の27日まで応援して購入できるんですけど、もうなんとですね、今の時点でも3000人以上ですね、サポートしてる方がいてですね、今すでに大ヒット中のクラウドファンディングの商品になってるんですけど、これを今回ですね、レビュー用にこの試作版をですね、お送りいただきましたので、ちょっと開封して、これから使いながら、その中身を紹介していこうと思います。では、行ってみましょう。はい、ということで開けてみたいと思います。こちらですね。スマートコビープロ 30W となってます。まず中身の方はね、こんな感じで入ってまして、付属品としてはこちらの USB-C のケーブルが1本入ってます。で、あともちろんね、日本語の取扱説明書も入ってますね。で、今取り出してみたんですけど、これめっちゃ小さいですね、本当に。今ね、初めてこれ外観をね、チェックしてみたんですけど、ほんとこの手のひらに合わせてみたら、この小ささがわかると思うんですけど、はい、もうこんな感じですよ。めっちゃ小さい。もうこの小ささだけでなんか持ち歩きたくなっちゃうぐらいの、サイズ感になってます。ちなみにこちらの外観なんですけど、結構ね、手触りも良好ですね。このサラサラした質感の手触りになっていて、この触っていても、この指紋とかがつきにくい質感になっているところも、個人的には結構ね、好感が持てますね。このサラッとしたタイプのマットな質感になってます。で、これね、すごく小型なんですけど、この中身のバッテリーなんですけど、この電気自動車とかにも使われているバッテリーセルが搭載されているということです。なので、これだけ小型なのに、高出力 30W っていうところを実現することができているということですね。モバイルバッテリーもいろいろありますけど、ほんとこれだけ小さいと、何の負担にもならずにね、持ち運ぶことできますし、ちょっとね、やってみますか。ポケットね、こういうところのポケットとかにスッと入りますし、このズボンのポケットとかにもね、余裕でこう入っちゃうぐらいの、サイズ感になってますね。こんな感じ。ちなみにこれですね、重さに関しても、持っても全然軽いんですけど、重量は約 183g となってます。なので結構軽いってところもポイントですね。はい、ちなみにこちらですね、バッテリーの容量がですね、1万ミリアンペアアワーとなってます。それがどのぐらいなのかっていうと、一応公式の方で解説もあるんですけど、iPhone 12で約 2.5 回ぐらい、iPad Pro の11インチで約1回、で、MacBook Air で約 0.6 回、っていう形で、充電することができます。なので、パソコンはフル充電はね、厳しいけど、スマホだったら2回ぐらい充電できるぐらいのバッテリーがあります。じゃあ次ちょっとね、細かいところ見ていきましょう。まずこちらにですね、通常のこの USB Type A の端子がありますね。で、その反対側にですね、こちら USB Type C の端子が一つついてます。なので、接続できるポート類は、左右に1個ずつついてるっていう形ですね。で、こちらの方にですね、ちょっと見えると思うんですが、なんとこれね、ディスプレイついてるんですよ。はい。これ実は、バッテリーの残量を表示することができます。で、ちょっと今届いた時点で何パーセントあるのか、見てみましょう。このボタンを押しますね。カチッと。はい。ということで、今 80% 残量があるっていうのが分かりました。普通こういったモバイルバッテリーって4つとか5つぐらいの LED のライトとかで、残り残量をざっくり表示させるっていうパターンが多いんですけど、これに関してはですね、ここにこんな感じでね、バッテリー残量細かく 80% ってパーセント表示してくれてるので、そこはかなりね、嬉しいと思います。ちなみになんとこれね、もう一個機能があって、これパススルー充電っていうものにも対応してます。それは何なのかっていうと、要はこのモバイルバッテリーにケーブルを接続して、モバイルバッテリーも充電しつつ、そこからさらに、ケーブルを挿して、スマホとかを接続して、スマホも充電する。モバイルバッテリーを通してこっちも充電しながら、スマホも充電しておくっていう使い方ができます。はい。普段よく使ってるところとかに置いといて、スマホを充電しながら本体も充電しといて、いざ使いたい時に本体のバッテリー残量が少ないっていうことを防ぐことができるっていうことですね。これは結構ね、嬉しいポイントだと思います。ちょっとこれからですね、M1 MacBook Air に接続して軽く使ってみます。
今 80% あるので、まぁ、ちょっとね、数十分使ってみて、要は、MacBook をちゃんと充電しながら使えるのか、まあ、使いながらでもちゃんと M1 MacBook Air が充電されていくのかっていうところをチェックしてみたいと思います。ではちょっと使ってみたいと思います。はい。ということで、しばらくね、使い込んでみました。あれからですね、2時間ぐらいかな、使ってみたんですけども、これから感想まとめていきます。ということで、まず早速ですね、M1 MacBook Air ですね、これを、ちゃんとね、充電できるのかっていうところを試してみました。まずね、M1 Mac ね、ずっと充電してて 100% だったので、そこからちょっとですね、M1 Mac の充電を減らしてから、使いながらでも 100% に戻るのかってところを試そうと思ったんですけど、まずそこで思ったのは、M1 MacBook Air のバッテリー持ちが良すぎて、全然 100% から減らないっていうね、10分、20分ぐらい動画再生したりとかしてても、100% のままずっとだったんで、まあちょっと時間かかっちゃったんですけど、一応その後ですね、95% までなんとか減らして、そこから、こちらのスマートコビープロですね。こちらを使ってみました。で、そうするとですね、M1 MacBook Air でも、まあ、きちんとね、急速充電ができまして、まあ、じわじわと充電されてきました。94% からかな。で、100% まで、まあ、結構明るさも普通に出しつつ、使いつつ、ちゃんと減らずに充電されていくのかっていうところを見てたんですけど、まあ、大体30分前後ぐらいですね。で、100% まで行くっていうのが確認できました。なので、まずですね、M1 MacBook Air とか、まあ、パソコンですね、も、使いながら、から充電するのに使えますというところです、で、あと他にもこちらですね、ポートが2つあるんですけど、この2つあるポートは同時にですね、使うことができます。まあ、こっちに USB-C、こっちに USB-A でケーブルを接続して、例えばスマホとイヤホンとかっていう感じで、まあ、2つのデバイスをですね、同時に充電することができます。ただその場合はですね、もちろん 30W の急速充電っていうのはできなくて、18W を振り分けて、充電する形になるので、急速ではないんですけど、まあ、普通の通常充電で、2つのデバイスを同時充電っていうことができます。はい。で、あと使っててね、面白いなと思ったのが、やっぱりこのバッテリーの表示なんですけど、もう今結構使っちゃっててね、37% まで減っちゃったんですけど、充電してる時に急速充電のマークが出るんですよね。で、これによって、まあちゃんと急速充電ができてますよっていうのを、まあ視覚的にわかるのが面白いと思いました。パススルー充電するときはですね、急速充電は無効になるっぽいので、まあそこはちょっとね、気をつけた方がいいかなというふうに思います。で、あとね、この本体にバッテリーを充電していくときなんですけど、まあその時にですね、まあこちらの、これ自分で購入したですね、100W の CIO の、急速充電器を使ってみたんですけど、この本体に充電されていくスピードもめっちゃ速くて、70% ぐらいから、まあ、100% 付近まで、まあ、充電するのにあっという間でした。で、この本体への充電はですね、20W の急速充電でこの中にバッテリーが蓄電されていくので、結構早くこのバッテリー自体も、まあ、充電ね、マックスにできるっていうところもいいと思います。っていうところで、まあ、しばらく使ってみてね、これはガチでいいですよ。まあ、特に気に入ったのはやっぱりこのバッテリー表示ができるところと、しっかり MacBook Air とか、まあ、スマホの急速充電も使えますよっていうところと、あと小型軽量で持ち運びがしやすいっていうところですね。かなりいいと思います。はい。で、こちらがですね、今クラウドファンディングやってまして、幕開けの方でね、応援購入できるんですけど、通常の価格がですね、4378円なんですけど、それが今クラウドファンディングの方だと、3308円になります。だから、1000円ぐらいですね、安くなるっていう形になりますので、まあ、モバイルバッテリー買い替えたい人は、この幕開けを利用してね、購入するのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに今購入すると納期はですね、3月の上旬となってますので、結構早いですね。もう数週間ぐらいで、まあ、届きますよってことなので、まあ、クラウドファンディングの、ね、商品としても結構早いので、まあ、そこもいいかなっていうふうに思います。はい、ということで今回ですね、こちら。CIO のモバイルバッテリーですね。もう本当に小さい、クレカサイズの小型のモバイルバッテリーなんですけど、超強力で使いやすいバッテリーとなってます。幕開けのクラウドファンディングの方がですね、2月の27日までになってますので、もう期間がですね、実は少ないんですけども、気になる方はぜひチェックしてみてください。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。